Tell you. はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はですね、ツインモーションで今初期状態にいるんですけども、アーキキャドのね、今までショートカットについては触れたことあるんですけども、今回ツインモーションの、ショートカットについて触れていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですけども、今回もまあ一瞬ですね、一瞬で答えが出ます。はい、いつもね、僕こうやって T を押してマテリアルピッカーであったりとか、なんかね、そのものを押して F を押したらそのところに飛ぶようであったりとかね、はい、そういうところ、そういうことについて僕結構言わせていただいてて、まあそういうこととかね、ところどころ言わせていただいてるんですけども、まあこれ自体、どのようにして僕がまあ見つけたかと言いますとですね、これ実はツインモーション側がね、結構親切なものでして、ツインモーションのこの画面の中でショートカットを、一覧ね、ショートカットの一覧を見れる場所があるんです。それを僕は今回共有していきたいと思います。はい、もうまずパパッとするんですけども、はい、このファイルエディットヘルプってありますよね。これで皆さんいつもファイルしかあんま触らなかったりすると思うんですけども、このヘルプを押してください。で、ヘルプを押すと何ということでしょう。このショートカットっていうのがありまして、これの日本語を押してください。するとPDF が開かれます。で、この PDF を開くと、このショートカットが全てね、出てくるんですよ。しかもありがたいことに、この Apple と Windows ね、この両方のショートカットを全て出してくれてるんですね。だから僕がいつも、やっている WSAD で、QE ですね。これで、前後ろゲームみたいに進んでいったりですね。このツール、移動とか回転、とかこういうのありますけども、これよりも僕はいつもタブですね。これタブってことですね。タブを押して、タブでいつも切り替えてます。3つだけなんでね、ポンポンポンってタブでいつも切り替えてます。はい、これさっき言った F を、ですね。で、これ G はこのヘルパーですね。このオレンジ色のね、いつも持つところとかをまあつけたり消したりするみたいなところであったり、さっき言ったマテリアルピッカーであったり、オブジェクトの表示、非表示とかね、まあ、こういうさっき言った今123とかね、はい、こういうのとか全部載ってるんですよ。はい、これを全部載ってるん で、しかもここにもね、ちゃんとキーボードが載ってるっていう、はい、これが全部ありますので、もし、忘れた場合ですね、ショートカット、あ、これって何やったっけって忘れた場合は、今言ったみたいにここのヘルプからショートカットの、日本語を押していただければこんな感じで出てきますので、こうやって見て、あ、これこうやったな、じゃあ OK、 はい、じゃあ3でこうやって進めみたいなとかね、こんなんやったりね、アテルピッカーでこうやって拾ってちょっと色変えようぜとか、こういうことをやったりすぐできるわけですよ。はい、これはまあ僕がこうやって一個一個解説していくよりは、こういうツインモーションさんでね、こうやってパッてできるようにしてもらっていますので、こちらの方でぜひやってもらったらなと思いまして、今回は共有させていただきました。はい、今回結構早口でパパッと終わらせていきましたけど、どうでしたか。はい、ということで今回の動画もいいなとか、まあ、ためになると思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画以上になります。ありがとうございます。